戻ってきた。暗くなっちゃった。ごめん。食べ終わってはない。あ、スプーンないんだ。では完成した親子丼はこちら。じゃん。と、いけてる？スープなんか汚れてるわ。きゅうり。です。ということで、もうお腹がペコペコなので、いただきます。食べます。りーちゃんも食べよう。よかった。ごめんね、先食べちゃった。うん。超美味しい。びっくりした。では親子丼もいただきます。食べます。ごめん、充電がないって。シンプルに美味しい。汁がもうちょっと欲しかったかも。きゅうり欲しい。うん、食べて。うん、うまっ。うんふん、和食が一番や。うん、お腹空いてた。お弁当あったけど、なんかついてすぐ食べたから。いただきます。はい。うん。ニキビ潰れた。そういえば。もお話し会なのでよろしくお願いします。うん、うん、
セブンの親子丼も美味しいよね。明日はさ、みんなお仕事が多いよね。お仕事って人が多かった気がするです。来ない人もお仕事終わりに来る人もいるかな。頑張って、バイトもいるもんね。初めて、うん、楽しみ。明日も一応、うん、お昼に今日みたいにちょっと準備配信してから話し会って終わってからもショールームしようかなって思うので、よかったら見てください。でもちょっとゆっくり食べたいのでランキング読んで終わりにしたいと思います。今日は本当に楽しかった、ありがとう。一日、明日のお洋服もお楽しみにしていてください。山ギフトもありがとう、いっぱい。ありがとう。こっちかな。ありがとう。嬉しい。ではランキング読みます。13位、テルキチャットマーク、うなうなたんたん、うなたんたんさん、ありがとうございます。12位、まぼろしさん、ありがとうございます。11位、エリカットマーク、特製台湾、うなとり丼、ほっぺかわいいさん、ありがとうございます。10位、まじまなちゃん、ありがとうございます。9位、プルアットマーク、うなとり丼さん、ありがとうございます。8位、台湾中心アットマーク、セリカ大大大好きラブさん、ありがとうございます。7位、ことぶきさん、ありがとうございます。6位、チョロアレティさん、ありがとうございます。5位、ロロアットマーク、エプロンよく似合ってるさん、ありがとうございます。かわいい。4位、リンゴリンガーリンゲストさん、ありがとうございます。3位、 TK トンクラットマーク、タイのナトリドンさん、ありがとうございます。2位、ヨッシーさん、ありがとうございます。そして1位がイナジーアットマーク、20歳のユナを彩りたいさんです。ありがとうございました。ということで、また明日ショールームしてお話し会してお会いしましょう。それでは、おやすみなさい。バイバーイ。りーちゃんもおやすみだって。